FM ゴッドテンバーハイドライバーズラジオ。皆さんこんばんは、ハイドライバーズ上白暁役の伊勢由里です。シャカドゥライワク柴田アイヴンです。この番組はユーザー参加型プロジェクトハイドライバーズの世界観を安全第一、指差し確認、皆さんのハートにフルスロットでドリフトしていくマインカーレースラジオです。なるほど、なんか今日の彼の魂はあちらにあるそうです。あちらにあるま自らが爆誕した地にあるそうです。さあ今週も始まりましたね。はい、お願いします、はい、ということで今週もやっちゃいますよ。まずはこちらからオープニングハイドラキャラクターピックアップ。イエーイ。いやーなんかもう恒例になっちゃいましたけれどもね、毎週毎週時間この時間をいただいてね、紹介をしていくという、改めてという感じでやっていきますが、今夜ピックアップするのはででんジャンガリアンのポジティバー、江口拓也さん演じる王子陣です。なるほどなるほど、回ってまいりましたジャンガリアンでございますけれども、ジャンガリアンさん、王子陣、はい、彼はですね声優さんだと、まあそうね、まずはそこから、職業から入りますけれども、もうねボイスドラマよね、配信やっていいんだ勝手にとかね。確かになんか僕らからするとね、いろいろね、ね、事務所とか関わってくるから ね、あれ、あ、インターみたいなね、彼はフリーなのかな、とかね、そこだよね、まずね、もうなんか、確かに確かに僕らが同じ職業やらせてもらってる以上ね、いろいろそういうところから考えるところもありましたけれども、まあなんか本当に本当にポジティバーもポジティバーっていうか、まあそうね、能天気っていうかね。でもね、雨が降るとネガティバーになっちゃう、ね、ネガティバーになるそうなんで、その情報めちゃくちゃ面白くない、ね、まだねネガティバーをねあんまりね見てないよね、見てないからね、今後ね、ネガティバーの部分を見たいですけど、彼はですよ、はい、あの良くも悪くもポジティブなんですけども、19歳と公表してくる、実は31、よし見えない、しダメだ31、ダメだダメだ極秘極秘、あ、極秘、表に出してないから、なるほど、表に出してないですから、そうですか、失礼いたしました、今のところはカットでお願いいたします。そう、カットですよ、カット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 。好きなものファンサービスって言ってるんだから、あ、そうですね、ピュアピュアもピュアピュア、ピュアピュアですね、彼は10代から30代なんてダメ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 結構年齢あるダメダメダメ、そう思るけどダメ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 、なんか、ね、一応ね彼も声優ですから、いやもう本当に、そんな王子陣とね、我々がこう、たまたまね、あの現場行って、おはようございます、よろしくお願いしますって言った時に王子陣がいたらどうする、ね、アフリカ現場に、そうだよね、そうそうそう、それもちょっと考えたりしたんだけど、あのさ、雨が降るとネガティブになるって言ったじゃん、機材一切関係なしにして、考えてね、いきなりさ、アフレコしてる時にさ、ブースからスプリンクラーでさ、水が降ってきたらさ、どうなるんだろうと思ってさ、火事かなんか起きたんですか、でも、人工的な雨が降ってきたら、どうなっちゃうのみたいな、確かに、あ、見たらね、そう、おめでとうございますとか言って、そう、最初挨拶してたんだけど、入ってきてさ、始まってさ、もうダメだみたいな、もう情緒もうダメだ、情緒不安定だな、そう、もう自分で歩けない、もう、でも彼だったらね、普通に何だろう、ま、一人じゃない気がする、あのあいつを一人でその現場に、あの残りの二人がね放り込むわけがない。確かにね、そう、マネージャーやってるかもしれない。なるほどね、そうそうそう、なるほどね、そっか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 、運勢占って、そっか、だからフリーでもやっていけるんだ、そうそう、なるほどね、中さんがね、はい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 、占って、そっかそっか、うん、なるほど、一つの答えが出ましたね、出ました、ちょっと楽しみですけど。ということでね、紹介させていただきました王子陣ですけれども、はい、こちら、ぜひともね、はい、紹介動画が YouTube の方に、ありますので、どうぞ見返して、はい、陣のパーソナリティをチェックしてください、改めてね、チェックの方お願いいたします、はい、ということでもう一つ、そうなんです、あるんですよね、なんか実はですね、はい、あの帰りのおめめさんがあのピアノでね作曲を迷ってますって、あ、出したやつだ、そう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 、意見をね、あのほら、あの彼岸花をテーマにしてピアノで、ね、はい、あのピアノとギターどっちをメインで作るかみたいなお話をされていたと思うんですけども、あのたまたまツイッターの方でね見かけましてね、お、そう、僕とユーリ聞きました。聞きました聞きましたよ、
で聞かせていただきました、ね、収録前にねここで聞きましたよ、ユニットで回す直前に聞きましたすごいよね、なんかさ、ありがとう、すごいよ、ありがとうございます、本当にすごいし、うん、よくいいタイミングで出会った今日までに、そうなんだ、運命的な出会いハイドラジオってわざわざつけてくれた、あ、そうなんだ、そう、皆さんもね、ぜひ聞いてください、いや、すごいわ、ね、確かにタグがあると見つけやすいよ ね、これ聞いてくださってる方もハイドラジオってね、タグがあると、ね、見つけやすいですから、いや、もうなんか情報量がね、すごかったのよ、うんうん、もうまずさ、僕らが出したね、意見を尊重してくださって、うん、ピアノベースで作ってくださってとか、うん、もう時間もたっぷり、1分弱くらいですか、そうね、4、50秒くらいあって、うん、すげーってなったのに歌詞反応みたいな英語のね、歌詞反応みたいな、歌詞がありましたね、みたいな、聞いてどうだった、いや、もうあれはさ、うん、なんだろう、新しい秋を感じたよね、俺はね、儚さを感じたね、うん、もう本当に彼岸花プラスピアノでよく出来上がってるというか、うん、まあ、僕らがね、行動力がすごいですよ ね、前回の放送からそんな立ってないですから、本当に、ね、もう送ってくださってたので、びっくりしましたね、もう僕らがすごいなんてわざわざ言うのもね、はい、ね、もうそんな恐れを傲慢も甚だしいくらい、いや、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、はい、いや、すごい、おめめすごい、おめめすごい、ね、おめめすごい、ありがたいですということで、いや、もう本当にこれからもね、うん、それで作っていただけると僕らの自信にもなるので、うん、そうですね、コーナーの方にもこれからもよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、それでは今夜もエンジン吹かしていきましょう、 FM Gottember High Drivers Radio Get Set To Go 忘れてた FM Gottember High Drivers Radio、改めましてこんばんは、伊勢ゆうりです、柴田愛番です、まずはこちらでアイドリングガレージトーク、パチ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 ということで、こちらはサポーターの皆さんにお寄せいただいたふつおたを紹介していきます、はい、それでは早速1通目、この方、はい、サポーターネームパステルタブレットさんよりいただきました、ありがとうございます、伊勢さん柴田さんこんばんは、こんばんは、第9回10回配信でスペシャル PV についてのお知らせがありましたね、うん、アニメジャパンで初めて映像を見た時から早くこの続きが見たいと思っていたので今からうずうずしています、うずうずしてる、14人全員で歌っているというお話はありましたが、はい、お二人のレコーディングの裏話などあればぜひお聞かせください、なるほどなるほど、ということでね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、いや、アニメジャパンの時からね、見てくださってたっていうのはね、うん、嬉しいですね、うん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 、ありがとうございます、ありがとうございます、レコーディングどうでしたか、ねえ、まずね、一つね、はい、これはね、はい、言っていいと思うんですけど、はい、結構時間が経っちゃったんだ結構時間が経っちゃったんだ、うん、そうですね、というのもですね、僕らはそんなに、なんだろうな、深掘りして分かってるわけではないんですけど、何せこの14人全員で歌ってるっていう感じから、はい、結構なスパンがあったのかなっていう、最初の方が撮って最後の方が撮り終わるまでに結構なんか時間があったのかなと思うんですけど、はい、でもなんか結構さ、こういう時にはあれじゃないですか、うん、誰が最初に撮ったとか話出るじゃないですか、うん、なんか僕結構なんかあれなんですよなんか最初の方ではなかったのかな、ね、なんか結構真ん中らへんっていうか、もうなんか何人かのお声をお聞きしてからブースに入って撮ったっていう感じだったんですけれども、はいはい、何をそんなに笑ってるんだなんだ、なんだ、私がね、お、一番最初の方なんです、ここにいたいや、初めてのレコーディング、歌のレコーディング、そう、やったことない、初めての歌のレコーディングに行きました、そうだよね、初めてのレコーディングにまず行ったんだよね、そうそうそう、お仕事として行くの、うん、初めてですと、ね、うん、監督さんにご挨拶して、そうだよね、よろしくお願いしますって言った時に、君の声がみんなの土台になるんだよとかバク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 って思ってわーわー、え、だって、え、あの残りのメンバー、あのすごい方々のね、確かに土台になるとか言われちゃってね、ベースの声になれるんだよって言われてね、ちょっとと思って、いやー、でもいや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 、はずいと思って、これはぶちかわさないと思って、はずいなんてそんなじゃないですよどうしよう、うまくできるかな、だってもう最初の人しか、ね、言われないセリフを、うん、最初のレコーディングで、ええ、何
叩きつけられた、違う言ってもらえたんだから、違う、あの言っていただけたんだから、スパルタで、ゴー、違うこうだ、もっとエンジン吹かして、関係ねえ、最初だからって、ニトロ関係ねえっつっていや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 、めちゃ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 楽しかった、濃いエピソードだね、ええ、めちゃくちゃ楽しかったです、もう最初のレコーディングを最初にやる、やりましたよ、そっか、やっぱね、曲がね、うん、めちゃくちゃいいのよ、だからもうね、乗ってきちゃうっていうか、なるほど忘れてくる、あの、はい、もうなんか、失敗しないようにとか、そういう気持ちとかももう、どんどんね、なくなっていく、なるほどね、もうぶちかますぞーみたいな、もういや、もう最初に撮ったアイバンが言うんだから、ええ、もう公開されたら、もうこれはね、もう聞いてくれるの待ってる人からしたら、もう間違いないものになってるでしょうよ、僕もね、ほんと楽しみにしております、うん、ええ、まあ確かにあれだよね、僕なんかはそれこそね、うん、言った通り何人かのお声を聞いてからって感じだったんですけど、アイバンはもう本当に最初も最初だから一番完成を楽しみにしてるんじゃないですか、最初に撮ったのもあって、まあ、いや、そうですね、だからもうみんな楽しみにしてます ね、もうキャスト一同もね、まあね、やっぱここでというか3月にあったアニメジャパンで映像が出たということはね、うん、その時にはもうね、一応出来上がってたっていうかね、ことになるんですけれども、公開された YouTube でね、公開されたオーディオドラマもありましたけれども、そちらの後に一応レコーディングの方はやったっていう感じになるので、そのなんていうかコンテンツが始まってから、すぐに曲を取ってっていうよりかは、一回その役のお芝居を、役としてお芝居やってからできたから、一回そのバウンドできたこともあってね、より僕とかアイバンとか、こういう新人枠としてはありがたいなというか、2回ね本当に役に触れさせていただいて、それでできたのは本当にある意味いい意味で磨きがかかって、よりいいものにできたんじゃないかなというふうに思うので、ね、こんな話をしてるとさ、僕らもあれなんですよ、あれね、カンパケっていうか出来上がったものをまだ聞いてないので、そう、聞いてない、楽しみだから、僕もね、アニメジャパンでほら、ユーリがカッコつけてラップ最初序盤でやってるパートしか俺カッコつけてって言うなよカッコつけてって言うなよ、次これもうなーとか言ってグレーだってうわーかっこいいの、そんなこと思われてたのかいや、めちゃめちゃ興奮してたよ、あーだっす、ありがとうございます、うわっ、そこで終わったのもう来た、一番やるのかな、そこで終わるの助かるわ、ほんとサポーターの声がもう生で聞いてる感じしかしないのいや、サポーター柴田ですから、会場サポーター柴田の、心の声でそうだから、音源的な意味ではもう本当にサポーターの皆さんと同じ立場というか、もう僕らも待っている立場なので、本当に楽しみで、もうこんな話をお便りでさせもね、いただいて、僕らが展開したらもう本当に僕らももっともっと楽しみで待ちきれないという気持ちになるので、はい、一緒にもう YouTube 公開されるのをね、待てればなというふうに思います、楽しみにしていてください、情報もね、これからもこっちの方で、おいおい伝えていければなと思いますので、チェックの方もよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ということで今日はここまで、イエーイ、やっぱりこういったそのレコーディングの裏話などとか、掘り下げていただけるメールをね、もらえるのは本当にありがたいですよ、俺もね、まさかね、話せる機会があるとはね、そうだよね、どちゃくそに緊張してましたねめちゃめちゃいいお話いただけました、ありがとうございます、メール送ってくれたサポーターの皆さん、ありがとうございました、ハイドライバーズラジオ、まだまだ続きます、ラジオなんて楽勝だし、 FM ゴッドテンバーハイドライバーズラジオ、続いてはこちら、アンダーキーオーバーステアリング、キーイエーサポーターの皆さんから結論を出せずにいる悩み事を大募集、僕らが親身になってアンダーかオーバーか切るべき人生のステアリングを決断していきます、猿なんよ、まずはこちら、2人が最近2択で迷ったことはということでいただきましたけど、はいはい、2択で迷ったこと、はいはいはい、どうですか、最近か、そんな大したことじゃないんですけど、あの某エナジードリンク、はい、怪物になれるらしいエナジードリンクがあります、お名前がですね、もう僕大好きなんですけど、はい、あの色があるじゃないですか、ありますね、味がね、ありますね、やっぱいつもの緑か、まあほら新作の青かと、いっぱいあるよ、美味しいからね、どっちかなみたいなところとかね、
5分迷ったことあります。5分自販機の前で。マジで、うん、ここに送ってよメール。いや、あのね、あのね、いつもだったら両方買っちゃうかもしれない。ああ、なるほどね。そうかそうかそうか。今日は絶対にどっちかにしよう。なるほど。確かに時にはそういう決断も必要だよね。こんなに迷うことあるっていうくらい本当にその日はなぜか迷った。なるほど。なぜか迷った、わかんない。メールをくれて僕に LINE をくれればいいんですよ。そうです。そんなユーリが返せるか返せるかわかんないけど、ユーリが迷ったことは最近で。いやー、あのね、もう本当もう迷いの連続ですよ。本当に最近あったのは、あのお仕事の合間がちょっと時間があったっていう時にちょっと買い物に行ったんですよ。とりあえず何を買うでもなく近くにあったなんかお店とかをとりあえず探して行ってみるっていう感じで、はい、もうね、そこ行った時のね、どうしようもないんだけど、うん、絶対に必要ないの、うんうん、絶対に必要のないものでも、うん、可愛くて買っちゃおうか迷って、そこでごめん5分なんてもんじゃないで30分そこで過ごしたんです。マジで。そう、お店の中で。ああ、じゃあ結構迷った逆どうなったんですか。え、買ったよ。買ったよ。ああ、なるほどね。だからもう何、後悔してる。後悔はしてない。本当にしてない。大丈夫大丈夫、はいはい、だなんかそう、結局なんかいつも最終的に、うん、ここにせっかく来たのにってなっちゃって、うん、買っていかなきゃってなっちゃって。ああ、なるほどね。わざわざ時間割いてじゃないけど、まあその時はね、まあ、時間があった時に行ったから、うん、そういうわけでもないんだけど、わざわざ来てっていうところでね、うん、そう迷って結局買っちゃうとかありますかね。あとはね、課金で迷いがありましたけど、これ以上は何もないです。ということで、お便りの方行きましょう。こやつ。今夜も正しい判断で、ステアリングしていきたいと思います。はい。ということで、こちら、早速お便り紹介していきます。はい。サポーターネーム、自宅警備隊さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。伊勢さん、柴田さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、私は趣味でハーバリウムを作っています。ハーバリウム、うん、きっかけは自粛期間で学校が休校になり暇すぎてやることがなかった時に偶然目にしたハーバリウム作りが楽しそうだと思い作ってみたらハマりました、うん、そこで相談なのですが、次に作る作品で迷っています。紅葉をイメージして作るか、はい、ハロウィンをイメージして作るか、どちらが良いでしょうか、うん、なるほどなるほど。なるほど。いや、すごい。まず、このハーバリウムからですよね。なんぞやと。ね。ええ、下にね、スタッフさんが用意してくださったんですね。ありがとうございます。この参考画像。ええ、マジでこれすごいな。ね。まずね、ハーバリウムとは、もともとは研究のために植物の状態を長期保存する方法として生まれたもの。なるほど。現在は観賞やインテリア目的で作る人も多いと。うん。だって、これインテリア抜群でしょ。ね。ね。ちょっとね、皆さんもね、よかったら調べてね、うん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 、見てみてほしいんですけども、瓶の中にね、花を入れて、うん、なんだこれ、ホルマリン漬け、うんうんうん、なんだこれ、なんか綺麗に保つ的なね。だってこれ僕らしか見えませんけど、ええ、なんか画像の一枚にこれなんかさ、果物も入ってない？レモンね、みたいなさ、柑橘系のものも入ってたりとかして、やっぱなんかね、そこで色統一してめっちゃ綺麗だなとか、あ、うんうん、これを出汁にしたジュースってとかあるの。美味しそうじゃない？先飲んでいいよ。先飲んでいいよ。先飲んで。さあ、あ、紅葉か春。はいはいはい、はい、まあこんな綺麗なお花があるんだけど、うん、どっちをこう、まあ、題材っていうかね、ね、イメージして作るか。決めて、はいはいはい、決めさせていただくんですけれども、ええ、まずはこちらですね。どちらどっちですかね。紅葉がアンダー。紅葉がアンダー。ハロウィンがオーバー。はい。っていうことにして、今回はやっていきます。わかりました。それでは、ステアリング、Here we go! せーの、オーバー！早速分かれた。前回もそうだけど、そんなユーリは、はい、僕はオーバーハロウィンです。なぜ？僕そうですね、なんだろう、紅葉は結構なん、お花でね演出しなきゃいけない分、うん、難易度はそれなりにあると思うんだけど、結構色合い的に作りやすそうではある、うん、と思ったんですけど、ハロウィンはなんだろう、
日頃からね作ってる人からしたらもしかしたら簡単なのかもしれないけど、はい、知識が浅いもうほぼない人からしたらどんな感じになるんだろうっていうのがすごく気になるから、うん、作ってみてほしい、はいはい、見せてほしいっていうふうに思うので、うん、ハロウィンにしました。なるほどね。アイマは僕は、アンダーステアリング、つまり紅葉を選んだんですけども、うん、はいはいはい、まあ分かりやすいかなと思って、色紅葉といったらまあ赤オレンジベースかなっていうのと、うん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 、まあ秋っぽい色、ね、連想はしやすいよね。そうそう、テーマをこう迷った時に、ね、うん、こっちの方が思い浮かぶかなと思って、はい、あとね美味しそうなんかそんなジュースあったら美味しそうだな。美味しそう。紅葉をね、秋の紅葉を閉じ込めたハーバリウムで出汁にしてジュースを出汁にしてって言うななんか秋の味がしそうな、うん、秋の味、ハーバリウムをこうダイレクトに秋の味がするっていうねなんかわかる、意味わかんないこと言ってるんだけど、でもわかる。ハロウィンの方だったら多分かぼちゃとかねね、パンプキン系とか入ってないのにその味がしそうだよね。甘いね、だからね、甘そうじゃん。わかる、わかる。あとなんか鼻吸うとしそうじゃない、なんかなんかいろいろ、あ、来てる来てる、なんか脳みそまで来てる来てる来てるまあ僕はそんな感じで紅葉を選んで、なるほど、はい、これはね、うん、確かにもうそもそもの、うん、いただいてるね、振っていただいてるお題がどっちもいいから迷いどころではあるんだけど、うん、そうだね、飲みたいは弱くないか。僕はね、美味しそうな方を選ぶ選び方が違う、選び方が違う、選び方が違う、まあ美味しそうな方が違う、でも普段飲まない方が美味しいんで秋の味ってちょっとね、気になるしね。でもどう、飲んでみるんだったらハロウィンも気にならない？まあ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 、まあ、どうせ甘いんでしょそれ言ったら切りないよそれ言ったら切りないよ秋の味って言われてパッと思い込まないでしょ、うんうん、っていうことで僕はそっちを選んだ。なるほどね、いやどうしよう、どうします、うん、僕は結構ガチガッチリハロウィンで作っていただきたいんですよ、はいはいはい、僕は飲みたいんでずれてんだね、うわお前ね、うわうわもう自分で作って飲めよわかりました、そうしますということでいいの、どうぞゆりさん、いいんですか、どうぞ締めてください、いいんですか、はい、やった、じゃあ自宅警備隊さん自信を持ってハロウィンにハンドルを切ってください。そして飲んじゃダメだよよろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。いやもう本当にね、僕最初に、うん、最初にというか自分がハロウィンでって言った時に添えて言いましたけれどもね、最初のこのラジオ番組、今回のね最初紹介したようにカエルのおめめさんがツイッターの方だよね、うん、でハイドラジオでハッシュタグで紹介していただいたので、まあ、その他にもね、うん、ハッシュタグでつぶやいてくださってる方も何人かいると思うんですけど、うん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 、ぜひ皆さん、ね、いろいろつぶやいてほしいし、今回のこの自宅警備隊さんがまず作ってどっちを飲んだかっていうのもね報告していただきたいなと違う、どっちの方を飲みましたかっていう、違うもうねちょっと気になりますから、本当に責任僕は負わない、僕もいません、やめて、本当にあなたは負って責任負って、いやもう本当にジョークです、はい、はい、知ってます、はい、飲む前にお写真だけ添えて、はい、ちょっとね、ちょっと楽しみにしております、はい、無理のない範囲ではい、ということでありがとうございます、ありがとうございます、はい、さあそして2通目いきたいと思います。2通目、はい、サポーターネームそばあばさんよりいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。伊勢さん、柴田さん、こんばんは、こんばんは、私の平平ボンボンなお悩みぜひ聞いていただけますでしょうか。もちろんです。ズバリ、急なお休みができたとき、ゆっくり休むべきか、無計画でも出かけるべきかです。例えば、土日で片付けようと思っていた家事が土曜日だけで済んでしまったときや、一日かかると思っていた仕事がすんなり進んで午前中だけで終わってしまったときなどなど、お家やカフェでのんびりするのもいいですし、思い切って弾丸旅行なんて時間の使い方にも憧れます。次にこんな機会があったときに迷わず決断できるよう、ぜひお二人のご意見を聞かせくださいと。なるほど。ということで。なるほど。うん、突拍子もだから予想してない休みの日ってことですよね。ね、いきなりできた時間の使い方ですよね。僕はもう答え決まりました。で今回はどんな感じで分けるんですか？ですね、ゆっくり休むをアンダーステアリング、はいはい、
出かける方をオーバーステアリングで議論したいと思います。なるほどです。それではいきますか。これはね迷うよね。迷う。確かにまあいろいろね、例えばさ、うん、仕事が早めに終わったら、うん、ってなったらさ、あらかじめ外に出てるわけじゃんとか、いろいろね状況が分かれるけど、ね、でもなんか本当に迷いますけれども、うん、はい、分かりました、決めました、はい、それでは、はい、ステアリング Here we go! せーの、オンダーステアリング。またか、深いため息。またか貴様。僕はアンダーステアです。なぜそう思うのじゃ、言うてみ。いやー、モーセ、休もうぜ。も休もうぜ、休もうぜ、休もうぜ。休もう。一応どっちも休みなの。休もう。どっちも休みだから、うん。うん。いやもう休む以外の文字は出さなくていい。そうですか。休もう。二度寝しよう。休もう。はい。うん。もうそれに尽きるわ。何？もうじゃあ寝るっていう選択肢。まあなんかまあ寝なくてもいいけど、本当になんかその場から家か、家でもいいしカフェでもいいし、うん、その場に留まって休みましょう。なんか飲みましょう。なるほどね。うん。私はですね、出かける方、つまりオーバーステアを選んだんですけど、はいはいはい、なんでかっていうと、まあこの急なお休みっていうのは、うん、これ連絡来た時は家にいたか外にいたかでも変わると思う。はい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 。まあ僕は家にいても急にこうね、まあお休みになりましたってなったら、うん、普段、想定してない休みができたと、うん、これはね神からのこうお告げっていうことで、こうそういう運命だっていうね。なるほど。出かけろ、おめえは休むなっていう、はい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 、休んでんだけどね、これは。普段しないことをする機会ってなかなかないのよ。だからなんていうの、その突拍子のない休みも、あ、じゃあこれもその突拍子のない行動をするきっかけなのかなって考えちゃう。なるほどなるほど。そうそうそう、まあもう決まった運命というか。そうそうそう、だからね、行ったことのないお店に行くでもいいし、うんうん、散歩でもいいわけだから。なるほどね。近所の周りのね、いつも行かない道とか行くだけでもまあいいリフレッシュになるんじゃないかなとは、はい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 、ね、新たな発見もちょっと出かけるぐらいでもいいかもしれない。あれもなんか今めっちゃいい言葉聞けた気がする。なんか突拍子のない休みには突拍子のないお出かけをしようって、めちゃくちゃいい言葉だと思う。いやいつも言ってるじゃないですか。何言ってんですか。おっと、おっと、初めて聞いたぞ。初めて聞いたぞ。何言ってるんですか、いつも言ってるよ。あら、もうなんかあれですか、え、もう自分のモットーみたいなもんですか。まあそうだね。いや、いいよね。何かに迷った時は、もうなんかそういう運命だって思います。そこに行ってみてなかったら、じゃあないっていう運命だって思います。まあ確かに、ね。あったら買うっていう運命だと思います。はいはいはい、はい。別に考える。買う、買わないも考えないとかね。まずは行動から、ね。出かける、出かけないとか考えないので。なるほど、なるほど。はい、いやまあ確かにな、それめちゃめちゃいいわ。というのが私の意見でございます。なるほどです。はい。なんかその言葉に今回はめちゃめちゃ納得したんで、うん、私の勝ちということでいいのかな。え、いつから勝ち負けのコーナーになったんだ。いやほら、勝ち負け企画が、勝ち負け企画。いや無理やり、でもなんかさ、例えば僕なんかも実際その急にお休みができたってなった時に家に留まることももちろんあるんだけど、うん、逆に出かけることも全然あって、うん、っていう時にいつも出かけた先とかで後悔するのが、うん、あ、なんかこういう時間ができた時にここに行くっていうのをあらかじめ決めとけばよかったなってすごく思うんですよ。そう、そっち派なんだね。うんうん、だからね、そうすればどうしようどうしようって迷うその時間がまず使えないようになるし、そう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 、だから突拍子のねないお出かけって言っても場所は決めなくてもなんとなくこういうことしたいなっていう候補を挙げとくだけで、うん、時間がいい使い方になるから、そうそうそう、もう なんか一個ボーンってやっとけば、うんね、あとはもうおのずと足動いてるよ、うんうんうん、もう、まあ、だから本当にじゃあ僕たちの意見としてはもう一つに固まったっていうのと、あともう一つ補足であれですね、はい、なんとなく決めとく、そう決めとこう、時間ができたらしたいことを決めとこう、なんとなく、はい、苦にならない程度に、なるほど、決めていただくのはどうでしょうか、ソワワさん。
了解です。ということでスバーバさん、自信を持ってオーバー出かける方にハンドル切ってくださいね。はい、お願いします。ありがとうございます。ということで、はい、本日は以上です。はい、いやー今日も決断できましたね。やったやった、いい仕事した、2つも解決しちゃったよ。まずね、どっちから飲むかっていう話になって戻るな、ねえ、ね、お休みをね、戻るな、疲れてるの疲れてるの、このコーナーでは皆さんから結論が出せずにいる悩み事を募集しています。はい、ハイドラ公式ツイッターからメールフォームに飛んで送ってくださいね。お待ちしています。 FM ゴッドテンバーはい、ありがとうございます。ハイドライバーズインフォメーション、ここでハイドライバーズ情報です。はい、以前放送でもお知らせしたハイドライバーズ初のアパレル商品 T シャツとパーカーについてです。予約は8月30日までですとお伝えしていましたが、なんとご好評につき、はい、数量限定での二次受注を開始しております。やったー、すごい、マジですか、すごい、二次だって。気になっていたけどためらってしまったあなた最近ハイドライバーズを知っていただいたそこのあなた、そう、あなたに話しかけています。今がチャンスです。すごいぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。いや、すごいわ。詳しくは概要欄よりご確認ください。以上、ハイドライバーズ情報でしたこれ閉めていいのかなお送りしてきましたハイドライバーズラジオエンディングの時間です。はい、ということで皆さん、あっという間にディレクションを超えてきてるのよこんな風な感じでを超えてきてるのよ何とは言ってないんだ。何とは言ってないけどね、すごいプレゼンだか通販番組だかすごい濃い11回でしたね。第11回濃いですね、そんな、はい、初めてやったよやったことないよ。しかも駆け抜けてそのままコーナー閉じるっていうねこれなんか一応ね、ユーリもね、なんかこう、うん、行ってみるっていう話だったんですけど、結局僕が全部行っちゃったっていう、いやもうあんな入れられなかったもん、ね、あもう何ももう容赦なく失踪しまくってたわ。失踪しちゃった、もうこのまま行くしかねえ、うんいやもうありがたいことですよ。ただそこだけ聞いたら、あれ違うチャンネルかってあれ違うラジオ番組聞いてんのかなって。ほんとその一瞬だけねということで本日が今回が、うん、第11回です。なるほど、11回目か、うん、あっという間ですね。あっという間ですよ本当に、うん、もう撮るごとに撮るごとに感じます。そうね、毎回ですけども、うん、本当にサポーターの皆さんのお便りがね、うん、ね、嬉しいですね。読むの本当に楽しみ、ありがとうございます。ですけど本当にありがとうございます、はい。この番組ではね、引き続きサポーターの皆さんからお便りを募集しています。普通オタはガレージトーク、ハイになる瞬間はハイズ、悩み事はアンダーオーバースタイリングアドバでお寄せください。ハイドライバーズ公式ツイッターの固定ツイートからメールフォームにジャンプして送ってくださいね。お待ちしています。それでは FM コットテンバーハイドライバーズラジオ、ここまでのお相手は上白克樹役伊勢優里と坂東が優役、はあ、白大番でした。バイバーイついてきないわ